こんにちは。シンカーアーティファクトネメシスです。デッキを見る場合配置時停止でお願いします。それでは対戦をどうぞ。ということで始める前から憂鬱だったこの構築。今なら勝てるだろうと思って組んではきたものの、絶対に時間がかかるから尺稼ぎが大変だ。そんな葛藤もありつつ戦ってきました。なのでもう一枚一枚丁寧にカードの採用理由をこじつけて話します。まずは異物の同調。このカードは改めて説明する必要もないんですけど、1コストでアーティファクトカウント稼げるカードになっているので、必須級のカードになっています。そしてもう一つのチョイス先であるスピネ&ルキルでしたっけ？そっちの方にもある程度役割が存在しています。その役割は自動進化と AOE ですね。進化ギミックを採用しているので自動進化してくれるだけでありがたいですし、今の環境だと 6.AOE が過剰でも何でもありません。守護裏のアリスを処理しつつでかい守護を破壊する、そんなこともできたりするんですよね。体力12までの守護であれば処理できるので、かなり有効な1枚になっています。2枚目はブルーミングダンサーです。これも改めて言う必要がないくらいパワーカードになっていて、進化カウントを稼ぐこととドローソース、それらの重要な役割を担ってくれています。その次はエヴァミアですね。エヴァミアの役割は一番多いかもしれません。自動進化にアーティファクト埋め込みに破壊カウント稼ぎに、あとはもちろんバリア要因としても必要になってきます。6種類の破壊カウントを達成できた場合、バリアを付与できるカードになるので、特大ダメージを防いでくれたりします。1回ダメージをカットしてくれるだけで偉いみたいなところがありますからね。得意以上の5点をカットするだけで助かる対戦とかもありますし、今の環境だと結構便利なカードになっています。そしてもちろん進化回数を稼ぐのにも助かるカードですし、このカードがあるからアーティファクトを使う意味がある。そんなレベルで必須級って感じですね。次はジェスパーです。ジェスパーは正直この構築だとそこまでパワーカードじゃありません。埋め込むカードがかなり限られているので、自動進化でお茶濁しをするとか、アーティファクトの破壊カウントを稼ぐために採用されています。エヴァミアで埋め込んだミスティックをサーチすることが一応できるので、そこで破壊カウントを盛るとかもできたりはします。高校4ターン目にアスカ&しおりとセットで使う場合、その3枚で切ったりコストを消費するのでありといえばありかも。知れなくもなくもありません。フェイクウィングとか入れてもいいかなって思ったんですけどね。次は問題児代表であるアギル君。彼がセリフを発するたびに私は毎回こう思います。答えを教えてほしいのは私の方だってね。レトラフィアが存在するから突進を持たせてもらえず、埋め込むとキーカードを引けなくて弱いと叩かれ、アッパーされないことに疑問しか持たれないレジェンドカード。融合変身後は3コストになるというちょっと使いにくコスト。すべてがある意味で一級品です。ただそれも埋め込んだり融合したりした場合のみであって、普通に2コストで使うだけならそこそこ優秀なんですよね。アギルを除いたアーティファクトのサーチをしてくれるので、アーティファクトの破壊カウントを稼ぐのに優秀なカードになっています。アギル本体もアーティファクトになっているので、一石二鳥って感じですね。融合しなければ手札も減りませんし、融合変身前はそこそこ優秀です。レジェンドパワーはまるで感じませんけどね。別にシルバーとかゴールドで欲しいレベルのパワーになっています。まあいつかアッパーされるか強いカードが追加されて、アギル強すぎてなっしろ。そんな声が聞こえてくるはずです。今はおとなしく待ちましょう。待っても来ない可能性はありますけどね。めちゃくちゃ弱いカードではあるんですけど、別に勝てないってわけじゃないんですよね。純粋なアーティファクト軸でも多分いけるはずで、ひたすらに耐久していればいつかは勝てるデッキになっているんです。リリース初期はまだ強さを把握できてなかったエデンもありますし、とにかく耐久できるなら活路があったりします。そして耐久できるカードもそこそこ追加されているので、なんかもどかしいけど勝てる場合が存在します。だから使う必要があるかと聞かれるとないんですけど、勝とうと思えば今なら勝てる場合もあります。長いんですけどね、コントロールネメシスじゃないのにコントロールしてる気分になります。もどかしいね。デウスエクスマキナ系統のカード待ちです。ただ同じ効果で毎回出す感じの運営ではないので、次は埋め込んだ枚数を参照したり、
破壊カウントが6種類になった場合に発動するだったり、いろいろと味を変えて追加してくる気がします。それなら低コストでもいいじゃない。そんな風にも思えそうですし、私としてはむしろそっちで追加してほしいなって思います。もしくはキャノンアーティファクトを埋め込むカード。それだけくれば多分ヤバいくらい最強になる気がします。次は機能の集約です。このカードは序盤に引けると強いカードなんですよね。1ターン目にレトラフィアを設置できていた場合、突進ドローのカードになるのでかなり強いカードになっています。ゴールドレアのカードには一切見えませんけど、ドローできるだけありがたいので一応便利なカードとして採用しています。最悪最終手段の火力にもなりますし、あって困ることも特にありません。次にアスカ&シオリです。ここの採用は毎回悩ましいんですよね。対抗馬にキリエってカードがあるんですけど、どっちにしようか毎回悩みます。盤面的にはキリエの方が強いんですけど、キリエに進化を切る余裕がないなって思ってアスカ&シオリにしています。回復しないとやってられないデッキでもありますしね。高校でなんとか耐えることも考えてのアスカ&シオリです。耐えることさえできればどうにでもなりますからね。深海伝があとは全てを解決してくれます。次はバーミディアです。このカードは今の環境だと多分かなり最強カードですよね。処理しつつ場残りすることもできたりしますし、ヘルフレームが当たらざるを得ないなんてこともあります。それだけでもう最強カードです。ただ手札の消費が激しいので枚数は絞ってます。途中までは3枚で、2枚採用にして最終的に1枚なんですけど、2枚あっても全然良かったなって思います。そんなことを話していたら対戦も終盤戦です。ここは考えがまとまらなくて久しぶりにタイムオーバーしました。デカすぎ、破壊できなさすぎ、選択できなさすぎ、コストレイすぎ、さっきレトラフィア融合して消したのもったいなさすぎ、そんな色々な葛藤を抱えていたら時間が切れていました。あとはシンプルに長期戦すぎますね。この動画を撮るまでにも長期戦をしてきているので、もはや集中力なんてものは存在していません。もともと存在してないから何回も対戦する羽目になってるんですけどね。それに関してはどうにもなりません。理由は明確なんですけどね。リーサルなので今度お話しします。見事なもんだ。長すんき。ということで進化アーティファクトネメシスでした。バフドラは強いんですけど、相性的なこともあってやれないこともないんですよね。だから今しかないと思って使ってきました。バーミディアは増やしつつ、フェイクウィングを採用したり、枚数を細かく調整することでもう少し早く勝てるかもしれません。オリビエは絶対に3枚です。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。